13回目になります。今年は過去最高となります88の国と地域から919の作品が集まりました。今年も暑い7月の開催になりますが、さらに熱い気持ちを各作品から感じ取っていただければ幸いに思っております。毎年毎年おいでになっていただける人増えております。去年は約9000人おいでになってもらったのでですね、今年は9500人から1万人の来場者をお待ちしていたいと、趣味を挙げて応援させていただいているというのが現状でございます。日本のハリウッドにならんということで、あそこにスキップシティを作ったと。どうやったらばいい人、日本の、次を担う映画人を担うような人たちがあそこから輩出するかということで日々検討努力をしております。今回ノミネートされたのは12本ですけれども、いろんな地域からアラブあるいは中央アジア、アジア、そういうところから、時代の匂いを持った映画が、見れるということで、もう審査以上に、見ることに、非常に楽しみを感じております。日本映画の現在を知る上では最も優れたその年の作品を選ばれてですね、上映されている映画祭であるというふうに、自信を持っておりますし、本当に皆さんにこの短編を、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。テレビとか劇場と全く違う、アニメーションの根源に関わるようなですね、新しい挑戦をずっと続けておられる、そういったですね、若手の作家たちにですね、非常にチャンスを与えるという意味でも、こういった映画祭の審査も何度か関わらせていただいていますが、非常に嬉しく思っておりますし、多くの観客が来場されることを心から願っております。スキップシティ国際 D シネマ映画祭では、若手映像クリエイターの発掘と育成を強化すべく、昨年より映画祭実行委員会が主体となり、若手監督を抜擢してオープニング作品を一から制作するプロジェクトを始めました。今年はその第2弾として、熊谷まどか監督が初めて長編映画に臨んだ話す家を犬を話すを上映します。この作品はレビー小体型認知症という、病気を扱ってはいるのですが、基本的にはクスッと笑って元気になるような、そんなコメディだと思っております。今まだ仕上げの途中ですが、とても手応えを感じております。少しでも多くの方に見ていただけると嬉しいです。本読んだ時からお母さんすごい魅力的だなというのを感じたんですけれども、実際の田島さんも素敵な方で、なんかお話も現場でいろいろ聞かせていただいたりして、楽しくやらせていただきました。監督もおっしゃいましたけれども、レビー小体型認知症とっても難しいかな、お役としてと思いましたけれども、本当に現場では楽しく、可愛い監督、可愛い積み木美穂さんとご一緒できて楽しく楽しくさせていただきました。